6月5日月曜の麦帯を担当する柴田優奈です。よろしくお願いします。今日皆さん今日は何してましたか？月曜日、なんか月曜日の割にはあの世の中街中人がね割と多かった、多いなっていう印象でしたが、皆さんは何がありましたか？今日もうすぐ仕事、頑張れ大学だった、お疲れ、学校仕事、月曜日だもんね、お疲れ様。寝てたよ、いいねいいね。野球見ながらストレス溜めてたそう今日はね、あの一昨日、昨日一昨日の前かぐらいに雨だったからね、今日は月曜日なのに野球があるんですよね。2個だけ、2試合だけ。犬の散歩か、いいな。いや犬の散歩か、いいな。犬の散歩ね、いいな。しかもさ、今日すごい、私も外にいたんですよ、一日外っていうか、まあいた外出てたんですけど、雨じゃなくて何だっけ夏、すっごい夏。今日半袖でね、上着持たないで家出たの、今年初かもしれないんですけど、あのね、夏もう全然半袖で正解、今日半袖なの。はいこのね、お洋服ずっと着てるわ私。暑いよね、暑かった。今日はすごいなんかアイスの気分になった、夏だなって思いながら歩いてましたけどね。え今日の靴下どんなの？黒靴下黒、はい、イヤリングだよこれ、300円。じゃあいいかな、人も集まってきた頃なので、まずは麦帯選手権をやりたいと思います。今週の競技はカラフルしりとりです。しりとりになるように紙に単語を書いていくのですが、その単語の色と同じ色の色鉛筆を使って文字を書きます。例えばリンゴって書きたかったら赤を使うということですね。色がよくわからない単語は黒を使います。制限時間60秒で、勝敗は何色使ったかで決まります。週の中で最もたくさんの色を使えたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。カラフルしりとりって流行ってんのかね、やったことある人いますか、カラフルしりとり。いや今さ、今日あとなんか頭使えない、言葉出てこないからさ、しりとり向いてない日かもしれない今日むずいよこれ。あ、タイマーをピッてしてからくじを引きますだって。じゃあやってみるか、とりあえずこれね、こっちだ、こっちか、こうか、こうだ、まあ紙ね、やったことあります、初めて聞いた、しりとり向いてない日。でもこれ何色あんだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 ここに書いてあったわ、24点24色なので、これさ、じゃあ24色使っちゃえばさ、もうなんか勝ったみたいなもんだよね。だからこれ見せよう、このこちら24色これ全部使う気持ちでね、1分頑張ります。はい、じゃあ行くよ。ちょっと緊張する、頭使えない日だから。押したらくじ引きます。行きますよ、いいんだよね、しりとりするだけだから、行くよ、よーいスタート。下からこれ、せーの、せーの、じゃん、ん、さ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 、うわ、ぜっ、黒魚、ナス、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 ず、ず、ずって何？ず、ズッキーニ。に、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 にって何？に、あー！え？むずいって。むずいって。ちょ、待
待って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 、見てこんだけしか吹けなかった。1,2,3,4,5,6、もっとできた、絶対絶対もっとできた。悲しい。でもこれ楽しいね。何色？あ、間違えた、数数えちゃった、違う。色は、これさ、緑がね3色あるんですけど、それって1色の緑としてカウントされますか？ちょっとね、実は違う緑がねあって、これをね分けて使ってみたんですよ。でもなんか似てんな、これ。スイカとズッキーニでちょっと分けてみたんですけど、どうですか24色。際どいねこれ。待って、違う、これホワイトボード用だ、こっちだ。どうでしょうか、ありかなしか。色鉛筆を分けていれば OK。 あ、 OK って。じゃあまあ黒は1色なんで、12345色しか使ってない。いや、分かんないよこれ、分かんないよね。名前書いて、あれ、これは違った、これでもない、あれ。あれ、これ、あれ、これか。難しいんだね意外と。柴田優の五色。はい。もっとできた。じゃん。優の五色って書きました。これさ、ちょっとまだ時間あるからさ、続けていい？頑張ったね、だって五色で褒めてくれんの？優しいね。次はね、優の違う緑を使ってニラって書こうと思った。あ、結構色違い分かるね、緑でも。ラはラッパとか、金使っちゃったから黄色でさ、ラッパ、パンダ。一人で遊んでるみたい。パンダ、だ大根で終わりだから、もうじゃあ終わりでいいや。終わり。難しいねこれ。でもこれさ、一人で暇つぶしにさ、よくないこのゲーム。好きかもこういうの、ずっとやってたい。あ、だるまね、赤ね、いいじゃんいいじゃん。うわ、これずっとやってられるわ。いや、これ結構好きかも。あ、ダンゴムシ、昨日見たわダンゴムシ。歩いてた、地面。一人はやばいって言われた。そんなことないよ、色鉛筆さえあればできるじゃん、紙と色鉛筆。いいじゃん別にお家で一人でやったって。あ、1万人ありがとうございます。これ楽しいじゃん、これちょっと今好きだわ、ハマりそう。はい、まあやるかやらないかは置いといて、近況報告です。最近私は何かありましたか？最近私はね、今ね、今発売中のね、ヤングガンガンさんにグラビアが掲載されておりますので、ぜひ見てください。なんか3パターンお洋服着させていただいたんですけど、赤がお気に入りですので、赤をよくチェックしてみてください。あとはブログを更新します、もうすぐ。オフショットも載せますね。あとアンアンさん、みんな乃木坂みんなで、あの表紙と特集ページに登場してるんですけど、そのオフショットも載せようかなって思っているので見てくださいね。なんかさ、こうアイドルのメイクとかじゃなくてよりも、こう普通の普段のメイクとかよりもグラビアとか女性誌のメイクの方が私はね、なんか合ってるのかなって思うよ。だからね、好きなんですよ、あの撮影とか。だから楽しかった。雨降ってたんですよ、珍しく。グラビアの撮影で雨降るのはね、2回目とかだと思う。BLT グラフさんかな、最初かな、初めてかな、あれ、いや違うかな、髪短かった時に BLT グラフさんに、あのショッキングピンクみたいな衣装着た時に雨だったかな、初めてで2回目の雨でしたけど、雨でも楽しいぐらい
好き グラビアの撮影とかなんですよね。結構晴れ女だと思う。割とどっちでもないけどね、特にどっちでもないけど、だいたい晴れてる、どんな日でも。だから雨は珍しいんですよ。また金髪みたい。だってその劇中のさ、金髪ショートがさ、本当になんか思った以上にさ、いいってすごく言っていただけてさ、だからまあしないとは思うけど またなんか機会があれば、あのカツラかぶるね 卒業したら金髪、いやしないかな、人生で金髪にすることあるかな。なんか役で金髪にしてくださいとか言われたら、あ全然する、全然したいなって思うけど、柴田優菜っていう人生を生きてたら、あんまりしてみたい気持ちはあるけど、そこまで、いや分かんない、今はね、今はそんなに欲がないかな、その金髪欲はないけど、確かにな、人生のうちに一回は金髪してみたいかもね。ねえ、ショートはどうですか？ショートは一回してみたいかもね。どんぐらい髪の毛を、これじゃ分かんないか、こうやって隠したらショートに見えるんじゃない？見えないよって、見えないよ、黒髪のままでお願いします。そう、黒いんだよね、もう茶髪でもなくてさ、今もう真っ黒じゃない、多分本当に黒い髪、地毛なんですよ今。あのね、一回染めたことあったんですけど、あのすぐ気になっちゃって明るくなるのが、だからちょっともうずっと地毛伸ばしてたから、もうだいぶ美容院行ってないかも、染め直してもないし、これは地毛になりました私は、真っ黒、毛量多いね私は。そう、去年の夏とかがね茶色かったと思う髪。まあ明るくしてもいいけど、どっちでもいい、なんか何が似合うのか分かんないから何でもいいんだ、似合うようにしてほしい、誰か、私が。あと長さもさ分からんよな今はね、前はすっごい短いよこれ、でもちょっとまとめちゃったから分かんないかもしれないけど、こんなしかない、ユナの髪の毛短いでしょ レイヤー入れてるから短いんですけどね。あ、確かに綾波レイちゃんのコスプレした時もショートだったよね。ショート、ショートだったね。あと最近なんかあったかな。私なんかしたっけ最近 懐かしいね。みゆちゃんと最近話した。みゆちゃんはね、話したよ。善悪ライブ、ミニライブの時に話した、いっぱい。みゆちゃんと話すよ、よく。ミニライブ見てくれた？ネバーセイネバー初披露。最近振り入れしたばっかだったからさ。しかもフルサイズで披露する機会なんてね、なかなかないから、嬉しかった。振り付けもすごい好き、あの曲自体もものすごく好き、歌詞も好き曲も好きなんだけど、振り付けまで良かったからもう完璧な大好きな曲になってしまったよ、大好きだよあの曲、すごいよね、すごいね。そう、あ、登場曲に使ってほしいよね本当に。こう乃木坂の曲をさ使ってくださってる選手の方ってさ結構意外といるよね。だからちょっと、おお、なんかすごい洗濯物が干されてる だからネバーセイネバーも届くように頑張ります私たちは。ね、いい曲だよね。300円アクセイは今日つけてないの、つけてるよ、ここにいるよ300円 ブレスレットはもらったものなんですけど、お誕生日におばあちゃんからもらったよ。あ、そう、噂の指輪はこちらです。シルバーになってしまいました。こちら。ゴールドだったはずなんですけどね。でもね、ちょっとゴールドの面影が残ってるの 残ってるんだけど、やっぱアルコールスプレーとかでなのかな？なんかね、なんでハゲちゃうんだろうね。悲しいよ。色落ちっていうのかな？剥がれたんじゃない？そう。剥がれてしまって。最近あと何かあったかしら。ねえ、ゆな最近何してた？あ、見てくれた？
グラビアとかアーンとか、ねえ、そう、剥がれた。 あ、ジェッツ、そうだね、もうバスケだよね、バスケずっと見てたよね。あとワールドカップだっけ、沖縄のさ、ツアーで沖縄に行くんですけど、今回同じ会場で開催されるみたいで、ちょっとワクワクしちゃうよね。私たちのが先だと思うんですけど、沖縄アリーナ、沖縄アリーナだっけ、なんだっけ、沖縄アリーナでね、やるみたいで楽しみだ。そうそう、B リーグアワードだっけ、昨日、一昨日、その前ぐらいの、ああ、すごい、なんかすごい ぐらいにね、見てた、配信見てたんですけど、楽しい、沖縄行くよ、ありがとう、待ってる、楽しみだね。あ、見てるよ、ドラマ、いろいろ、沖縄楽しみ、沖縄渡りました、ありがとう。ツアーいいね、楽しみだね。わあ、広島行く、チェンガ行く。ね、沖縄楽しみです。どうしようか。あ、じゃあ宿題やっちゃおっか。前回の配信メンバーのたまみさんからの宿題やりたいと思います。じゃん。次回のメンバーさんへ、夏にやりたいことは？たまみより。ハートついてる。かわいい。夏にやりたいことは、なんだろうな。いやー、夏でしょ？花火じゃない？花火。いや、やる人いないな。お友達と花火とか言おうかと思ったけど、ちょっとね、お友達いないし、なんかみんなね、そう、私のお友達もさ、こう、同い年だからみんなさ今忙しくてさ、社会人になっちゃったり学校忙しかったりでなかなか遊んでくれないの 予定が合わなくて。でも一緒にね、アリエル見に行く約束してるから楽しみなんだね。そう、花火したいんだけど、まあ実家に帰って妹と弟と家族で花火します。 あとはやりたいことは何だろうな、運転できたらさ、夏海沿いドライブとかさ言いたかったんだけどさ、運転できないからさ、卒業したら免許取りに行きたいな。ね、免許欲しいよね、運転したいよね。車は別にまだ欲しくないんだけど、免許欲しい、運転したい、免許欲しいじゃない、もう運転したいな、運転したい、車大好きなんですよ。今日もね、トミカの見てた 私のね、携帯にはトミカの、内緒にしとこう、トミカのし、トミカので止めとくわ そう、トミカってね、すごいの、種類が ちっちゃい頃からトミカはよくあった、お家にね、あって、ディズニーのね、トミカがあるんですよ。で、ディズニーちっちゃい、もう赤ちゃんの時から大好きだから、あと家族が車好きかも、おじいちゃんとかお母さんとかが車好きで、ディズニーのトミカが家にいっぱいあった、でずっと遊んでたかも。もうトミカ大好きかも。あ、トミカが大好きっていうか、そう。トミカってすごいんだよ、種類が。今日思ったんだよね。今日というか、まあ最近なんだけど。トミカ。そう、車の種類とかいろいろ調べてるとトミカ出てきてね。そしたらね、トミカもトミカなんだけど、キャラクターコラボとか、あとは高級車とか、すごくて。なんか、今ハマってる車はあれ、スカイラインがね、ちょっといいなって思ってる。自分が乗るとかじゃなくて見るのに楽しいスカイラインが今ちょっとトミカの中でいいなと思いました。車ね、いいですよね。そう、車好きだから運転したいの。
だからいつか乗れたらいいな。まあ、いつか乗れると思うけど、楽しみにしてるんだ、運転するの。じゃあ宿題出します。明日のメンバーは菅原さつきちゃんです。イエイ。さつきちゃんはなんて呼ばれてんの？さっちゃん、さちゃん。ゆなはたまにさっちゃんって呼ぶ。 さっちゃんって2回ぐらい言ったことある。さつきちゃんってさ、本当に顔ちっちゃいよね。頭含めて本当にリンゴぐらいしかないんじゃないかってぐらい顔ちっちゃくてさ、いつもいい子だなって思って。 千葉ビークって書いてある。 確かにね、千葉だね。本当にさっちゃん、さつきちゃんだね。うん、人懐っこいのか。確かにね、うまいなーって思う。すごい、喋りやすいの。私は何個下なの？今高2とか高3になったのかな。なんか高校生だよね、まだ若いね。 なんか大人っぽいからさ、結構喋りやすいなって思うんだけど、まだ高校生なんだって思うってびっくりだよ。何がいい？宿題、さっちゃん、ホワイトボードマーカー。めいちゃーって書いてある。何がいい？来年の抱負って早くない？ちょっと。 あ、同い年なんだ、さつきちゃんと。何がいいですか？さつきちゃん、菅原さつきちゃんの宿題。そっか、ツアーね。確かになんか今日眩しいね。 眩しいわ。私がさっき明るくしたんだけどね。前日で披露してみたい曲。あ、そっか、食べたいもの。夏系でいく？夏好きかな、さっちゃん。何がいい？さっちゃんに。ツアーの抱負。夏。浴衣？お祭りの思い出。ああ、夏好き？夏。あ、そうだね。夏系でいこうか、じゃあ。6月になったしね。書きます。静かになっちゃう。 静かだよね。ちょっともうちょい喋るね。 なんかバランス悪くなっちゃった。ゆうな、じゃん、ちっちゃ、めっちゃちっちゃいじゃん字。 さっちゃんへ、夏の思い出、今年楽しみなこと何かありますか？って書いた。ちっちゃ字、ちっちゃ、ちょっと間違ったわ。さっちゃんのさ、ちっちゃい通、ちっちゃくない？ まあ味だよね、これも。いいの、何でも伝わればいいの。いや、最近の乃木曜日は結構さ、字を大きく書けてきたなって思ってたんだけど、突然
元に戻ってしまった。え、日によるの。あ、あと4分だって。早っ。日によるんだよね、字の大きさが。ね、明日はさっちゃんです。皆さんぜひ見てください。あと4分みたいなので。変な喋り方しちゃった。あと4分なので喋りましょう。今日はね、見て、ここにね、いるの、みんな。ちゃんと。これはさっき私が写真撮るのに使っちゃったから、もうちょいくっついて。ほら、可愛くない？見て、並んでるの。ここに。見切れてて、実は。はいね。うん。夏休みの予定決まった？特に。夏休みか。あ、そっか、もう夏休みか。違うよ、まだ6月だわ。まだ早い。こいつは、なんて名前だ？ この子さ、ゆな、黒いさ、黒と白の、あ、黒に T シャツ着てた時に、この子と一緒に写真撮った。多分。こっちは？タヌキ。じゃあ、アライグマかな。ゆな、これがお気に入りかな。最近かき氷食べてないよ。かき氷食べたいなと思ってる。でもかき氷食べるとすぐお腹く下るから、もう絶対お腹痛くなるの。本当にお腹弱くて、もうずっとお腹痛い、いつも。夏は冷えて、私寒がりなのかな、多分。だからね、冷房とかね、ダメ。 冷房ついてるところにいるとすぐお腹痛くなる。からね、夏は上着必須。どこ見たらいいの？カメラこっちじゃん。 間違った。こんな感じだね。うん。内臓を冷やさない方がいいんだって。へえ。腹巻きか。腹巻きしようかな、じゃあ、この夏。でも外出たら暑いんだもん。うん。早いね、時間。30分ってあっという間だね。うん、お腹弱い系アイドル。ずっとだよ。中学生の時からかな。いや、いつからかよ。お腹が一番弱い。本当にね、風邪とかはひかないし、体調不良なんてないから、私。皆さん安心してください。私が休むことは多分ないと思う、このアイドル人生で。ずっと皆勤賞だよ、乃木坂入るまで。体はね、すごい丈夫なの、ありがたいことに。でもお腹だけはね、ダメ。 お腹はもうすぐやられる。ライブの日もいつも緊張して朝からお腹痛かったりするからね。うん、そう、体強いから安心してくれ。やばいやばい、あと1分しかない。早いね。お疲れ様でした。あの布団ね、意外と重くないよ。だから皆さんぜひ使ってみて。そんな、重ったってなるほど重くないから。ぜ ひ使ってみてください、お布団も。そんな感じで。もう、あ、まだあった。まだもうすぐ終わっちゃうよ。また、いつか会いましょう。次にいつ会うのかわかんないけど。じゃあ、今日の、の曜日、月曜日、終わりのお時間です。明日、次回の無業日の配信時間は決まり次第、ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは、今日のお相手は柴田ゆなでした。バイバーイ。バイ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 。バイバーイ。はい、バイバーイ。